リオデジャネイロ議定書、また略して、リオ議定書は、1942年1月29日に、ブラジルのリオデジャネイロで、ペルーとエクアドルの外相、保証人としてのアメリカ、ブラジル、チリ及びアルゼンチンが参加して署名した国際協定である。この議定書は、両国間の長期にわたる、領土紛争を最終的に解決することを目的としており、 1941年から1942年のエクアドルペルー戦争を公式に終結させた。それにもかかわらず議定書は不完全であり、紛争の最終的な解決をもたらす、イタマラティ平和宣言に署名する前に、1981年と1995年の2回、ペルーとエクアドルの間で戦争が勃発した。1941年5月、 エクアドルペリュー国境での緊張が高まり、戦争が差し迫っていたため、アメリカ、ブラジル、アルゼンチンの政府は紛争の調停を支援する事業を提供した。彼らの努力は1941年7月23日の敵対行為の発生を防ぐことができなかったが、外交介入により7月31日に最終的な停戦が実施された。エルオロとロハのエクアドルの州、 そして、アマゾンの土地。エクアドルは、ペルーが、高地のアスアイ州への進出を続けていると非難した。10月2日、エクアドルとペルーは、3つの中海国の軍事オブザーバーが承認として、タララ合意に署名しました。タララ合意は、最終的な平和条約の署名を待つ間、エルオロ州とロハ州の内部に非武装地帯を作りました。外交努力は続き、 中海国は地理に加わった。第二次世界大戦への参入により、米国は統一されたアメリカ大陸を提示することに熱心だった。ブラジルのリオデジャネイロで開催された第三回、反米サミットで、米国は二つの間の和解を奨励した。1942年1月29日、リオデジャネイロで開催された第三回反米サミットの最終日に、エクアドルとペルーの外相、 フリオ・トバールドの外アルフレド・ソルフイムロが、平和、友好と教会の議定書に署名した。これは、リオデジャネイロ議定書として知られている。米国、ブラジル、アルゼンチン、チリのオブザーバーがこの文書に共同署名し、議定書の保証人となった。その後、リオ議定書は1942年2月26日に、各国の議会によって批准された。議定書の条件により、 エクアドルはマラニョン川とアマゾン川への直接の土地アクセスの権利に関する長年の主張を撤回することに同意した。ペルーはエクアドルの領土からペルーの軍隊を撤退させることに同意した。19世紀の終わりから土地の事実上の所有者として設立されたペルーにはアマゾン盆地のマイナス地域でこれまで争われていた20万平方キロメートルの面積が授与された。 1936年のリマ合意で定義された現状の線は決定的な境界線の基礎として使用された。以前の国境は現在の所有物を認識していたが主権は認識していなかった。1936年の路線と比較してエクアドルは以前に所有していた領土の18,552平方キロメートルをペルーに割上したがペルーは 以前に所有していた領土の5072平方キロメートルをエクアドルに割上した1960年代、エクアドル政府は外国軍がエクアドルの土壌に駐留している間に強制的に署名されたため、議定書は無効であると主張しました。このスタンスはその後の政府によって修正されましたが、1995年の紛争決議まで正式に元に戻されることはなかった。 リオギ定書の意図された目標は、1995年のイタマラティ平和宣言の署名まで達成されなかった。二つの条約の署名の間に、パキシャ事件とセネパ戦争は論争を再燃させた。ありがとうございます。